分子病態の北島です先ほど松崎さんから説明がありましたえっり神戸にある理研で研究室があります。で我々が研究しているのは卵子ができるところの細胞分裂で主にマウスを使った研究をしています。で何が知りたいかというとクエスチョンとしては まあ、あの卵子というのはもちろんこの図で分かるように、えっと、生命の一番最初の細胞なわけですけども、えっと、まあ当然大事な細胞であるとで我々がやってるのはこの卵母細胞から卵子になる時の原数第一分裂の細胞分裂で,で特に染色体分配という現象に注目してますでこの染色体分配が起こることによって卵子の染色体数が決まるわけなんですけども一つの興味はあの先ほど言ったとおり この一番最初の細胞分裂っていうのに興味があってもう一つはあのここで非常に間違いが起きやすいんですね染色体分配で間違いが起きやすくて染色体数以上の卵子が、えっと、かなりの確率で出てくるとでこれ一番最初の細胞分裂なのにそういうエラーが多いっていうのは非常に生物学的に不思議なんですけども、まあ、そういうことが知りたくて研究してますであのもう一つの興味としてはこれ最初の分裂もう一つ次の分裂で減数第二分裂がありますけども またそれに続いて体細胞分裂受精卵の後の体細胞分裂があってこれ連続する細胞分裂なんですけどもそれぞれ違った特徴を持っていてこれがどういった違ったメカニズムで起こっているのかということに興味を持っていますで使っているテクニックとしては細胞生物学的なテクニックとライブイメージングをかなり得意技にしていますでもう一つは生殖工学的な技術でこうやって細胞の形を変えたりとかサイズを変えたりとかいう技術を使った 研究アプローチをしていますでこれは一つのライブイメージングの例で、まあ、これマウスの乱ボ細胞を33個1回の実験でこう網羅的に取っているんですけども、まあ、こういった、まあ、これ赤色が染色体で緑色が同源体なんですけども、まあ、こういったハイスループットなライブイメージングをマウスの乱ボ細胞で行えるのはうちの研究室だけだというふうに自負しております。一つの乱母細胞を取り出すと まこういった3次元再構築して1つ1つの染色体をこう3次元空間の中でトラッキングできるとでこれあの、まあ、まさに原数第一分裂を行っているところで、まあ、やがて染色体分配が起こって卵子になっていくんですけどももうちょっとしたらわかれますねまだかな、まあ、ここで分かりましたでこれ1つが卵子に行って1つが極体に行って卵子の染色体数が決まるというわけです で先ほどあの言ったようにあの実はここの分染色体分配でエラーが起こりやすいということが知られていますで特に母体の年齢があの上昇するに従ってこのエラーの頻度が上がるということが知られてまして、まあ、卵子の老化っていう言葉あの皆さんもよく聞かれたことあるかと思いますけども、まあ、それの重大側面がこの卵子の染色体数以上ですで我々この老化という側面にも興味を持ってどうやって老化が染色体分配を悪くするのかっていうことを知りたいと思って研究をしております でもう1つはあのあの乱、乱母細胞というのはあの非常にエラーがもともと起こりやすいんですよね。であの老化するとエラーもますます起こりやすくなるんですけどもともと起こりやすい細胞でじゃあなんで起こりやすいの,元々起こりやすいのかというと1、えっと、つは細胞のサイズが大きい細胞だから小っちゃくしてやったら染色体分配エラーが少なくなるのかなと思って、まあ、こういうことをしてやると、まあ、意外とこれだけで染色体分配エラーの頻度が少なくなったりします、まあ、こういいった研究もしています。 ということで、えっとまあ、あの基本は細胞生物学なんですけども、まあ、こういったあの細胞生物学って何て言うんでしょうね細胞の中の割と共通なプロセスとして染色体分配を見がちなんですけども、まあ、我々の視点としては異なった細胞分裂の中で異なったメカニズムが働いているであろうとでそこに着目した研究を行っているで、えっと、もちろん発生学というものも、えっと、視点に入ってきますし、えっと、生殖という っていうポイントも視点に入ってきます。で、老化っていうポイントもあります。で、生殖に関しては生殖医療の分野との共同研究も行っております。まあ、こういった分野に興味のある方は、あの是非あの私まで連絡をいただきたいという風に思います。で、あの、先ほど松崎さんからもご紹介ありましたけども、えっと来週13日の土曜日にえっと神戸の方で説明がありますので、研究室見学していただけますので、興味のある方はえっと是非お越しください。ありがとうございました。